そう許してる人他にも目の前に、いやいやいや、あ、それ以外に、それ以外にいるかな、そういう人と飲む機会って。あ、どうだろう。でも音楽やってる人ってやっぱり一種独特の緊張感ありますけどね、その 対峙して、なんかそういうのと全く関係ない人とかの方が、はいはい、ある種気楽かもしれない。あ、もう撮ってるんですか。あ、こんばんは。こんばんは。そうなんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね。でそもそもやっぱこうライブ撮ってて、はい、みんな言うのは、はい、なかなかこうライブハウスとか、はいはい、音楽の現場で、うんうん、以外で会う機会がないみたいな、その音楽をやってる人と別の場所でってことですか。はい、そうです。大体みんなそのライブハウスで、うん、まあ共演したりとか、うんうんうん、ライブ見に行ったりとかで、うんうん、その終わりでちょっとね、飲むみたいなことはあるとは思うんですけど、なんかあれ微妙なんですよね。なんか、まあ、そんな楽しめないじゃないですか。なんかもうお互いそういうテンションだし疲れてるし、うん、あんま時間もないし、そうそうそう、なんかコンディションとしてはあんま良くないかなっていう。だからなんかその後日普通に遊んだ方がいいですよね、うん、まあね本当はね、うん、そう思うんですけど、うん、でも実際そうやって時間作ってこう会ったりする機会って今まであります、そのミュージシャン会話。まあそうですね、大河内さんとか大河内大輔さんとかは普通に公園でお弁当食べながらギター弾いたり家泊まりに行ったりとかもあるし、まあまあちょこちょこ、うん、ちょこちょこ普通に遊んだりもします。でもなんかそっちの方がこう思い出に残るというなんかライブっていいですね、ほどほどしてますね。ライブってなんかこうね、何回も一緒にやってると、はい、なんかね、その新鮮さをやっぱ維持するのって結構難しい。新鮮さですか。と思うんですよ。その、うん、その人と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 でっていうことですか、ね、うん、やっぱり良くも悪くも慣れちゃうから、はいはい、でそういう時に一緒に登山とか行くとなんかこうピリッとするというかピリッとするピリッとするというか、なんかこう違う視点で人を見れるっていうか、うん、ね、でまあ音楽の現場だと、うん、まあ、そういう音楽の視点でしかね、あんまりこう話す機会がないですけど、うん、うまいな。あ、もうここに越してどれぐらいですか、はい、全体の時ってまだでしたっけ。前回の時、いやもう引っ越してましたね。もう引っ越して半年ぐらい。ああ、はいはい、はい、ってことは夏ですか。夏に引っ越して、うん、で結構水道管が破裂したり物干し竿がなんか根元が腐ってたり家にコウモリが出たりとかいろんなこうなんかクエストというか宿題みたいなのがこうあの定期配信みたいな感じで出されていって、それがやっと解消されてきたって感じですか。なんか食べますか。あ、はい、ではでは寒ブリいきましょうか。寒ブリいきますか。これも絞っちゃっていいですか。はい、お願いします。うわ、うまそう。まあ、旬ですからね、寒ブリは。うん、寒ブリ、まあ、めちゃめちゃうまいですね、これ、うん、なかなか一人暮らしで刺身を食べる機会ない。寒ブリは食べませんね、一人で。うわ、これめちゃめちゃうまいですね。なんでこんなうまい寒ブリ食えるのにガラガラなんでしょうまあ一応その食べログ的なやつで見ると、まあ、あ、でも上り戸の、はい、あくまで上り戸のあれですけど、上り戸です。あ、上り戸ですね、はい、上り戸失礼しました、はい、上り戸のお店にしては若干高いみたいなのが書いてあったんですけど、あ、高いの、うん、逆に言うと上り戸のお店はみんな安いんですか。割となんかそういうことですよね、うん、客説的には。でも結局今までの、うん、はい、中央線沿いのお店もみんなガラガラだからあんまりそれが意味がないっていう、その批評が、
なるほどなるほど、うん、でもここの近辺で飲んだりしたの結構初めてぐらい。あ、本当ですか、はい、まあ、なかなか来ないですよね、家の近くとかだと逆に来ないですね、うん、うまい、うん、今日何の話をしに来たんでしょうそもそもだあの金属バットイベントの話です。はい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 、はい、まあちょっと唐揚げで、はい、ありがとうございます。メールでやり取りするのもまあいいんですけど、はい、まあちょっといろいろ私もいろいろ頑張ってきたことがありまして。あ、ってことはじゃあ吉報があるっていう。いや、あのね、はい、あのね、はい、ないんですか。あのね、そうちょっとね、まあいろいろ含めてこう、はいはい、ラジオに残したいなと思ってなるほどこんなことやってきたけどみたいな。はい、あのだからなんか中間報告会みたいな感じですよね、うん、そうです。はいはいはい、なるほどなるほど。そうなんですよ。でまあ振り返ってみれば、ビール飲みます？あ、じゃあお願いします。私今飲んじゃったんで、はいはいはい、振り返ってみればですね、はいはい、ちょうどまあ2ヶ月ぐらい前ですね、はいはい、あのイベントやりましょうっていう、はいはいはい、そうですね、誘っていただいて。そうそう、で最初はもともとしそみねでね、うん、月一で企画をやるんでっていう あれで、まあ、進めてたんですけど、はいはい、それがまあ吉祥寺に変更になりましたよという話いろいろあったんです。そうですね、まあ、そこでいろいろあったんです、ね、はい、でそれが、はいはい、とりあえずその壊れかけのテープレコーダーズが決まったんですよね、まず、はいはい、決まって、うん、でいつ空いてますか、4月の週末でやりたいんですけどみたいな話で、うんうんうん、はい、いつ空いてますかっていう話を振った時に4月の13って話が来て、うんうんうん、でその時点で私はてっきりしそみねはまだ4月全部前日空いているつもりでいたんですけど、うんうん、いざ見てみたら4月の13だけ埋まってたんですよ。あ、そうだったんですか。なんと見事にそのあそこだけピンポイントで、そこだけもうなんか何組か出演者が決まってて、はい、なんと私もびっくりしました、それ見た時こんな偶然あっていいのかな。もうじゃあ別のイベントみたいなのがすでに入ってて、うん、なるほど。でも壊れかけさんには4月13っていうあれが来ちゃったんで、もうこれで動くしかない、はいはい、なるほど。あ、そういうことだ。そうで、もともとひそみね系列はもう一つ神楽根っていうお店、神楽坂を持ってたんですけど、まあ、そこが12月1日からひそみねグループは手を引きますよと、うん、営業から、はいはい、まあ、ちょっといろいろあったらしく、まあ、ただ営業その利益の問題で、はい、じゃあそれもうドンパチ構想に発展したんですか。結構ドンパチやってたみたいです。はい、ありがとうございます。血で血を洗う、血で洗う、おお、お礼参りじゃないですか結構だから私なんかね、外部は歌に介入できないような、あら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 、ちょっとバチバチした感じがありましてですね。じゃあそれはあの関さんは中立的な私として、うん、はい、私としてそのそんなにそもそもひそみねグループにまだ関わってないのであれなんですけど、じゃあでもそのことの次第とかは結構もうがっつり関さんは把握してると一応一通り聞きましたね、はい、で、まあ、その4月13神楽でねできないですかっていうのを、はい、まあ、そのレーベル、うん、あ、そのオーナーの森さんっていう人に振ったんですけど、神楽根の神楽根兼ひそみね兼、はいはい、でキルクっていうレーベルをやってる、うん、まあ、森さんっていう人がいるんですけど、はい、その人話振ったら、うん、まあ、4月13は OK ですよと、その代わりちょっと神楽根じゃなくてみたいな話になって、で振られた話が吉祥寺だったんですよ。なるほどなるほど。で、まあ、今度吉祥寺にそのネポっていうお店を立ち上げるんで、あ、はいはいはい、まあ、そこでやってくださいという話になりまして、で、まあ、吉祥寺ということで、うん、そのお店っていうのはいつオープンするんでしょうか。一応私もそのニュースを日々追ってるんですけど、とりあえず3月の20とか21あたりでオープン。じゃあもうかなりほやほやの、ほやほや、
ねえ、へえ。でも多分それも、うん、だからかぐらねの運営から手を引いたタイミングで、はい、多分そのオーナー的には一手打ちたかったんですよね。一手打ちたかった。一手打ちたかったというと、結局そのネガティブなあれで終わるじゃないですか。かぐらねから手を引いたっていうニュースだけだと、はい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 、かぐらねからに手を引いた代わりにこれをやりますよみたいなのを、なるほどなるほど、やっぱそのね、はいはい、世間的にもこう、うん、発信、まあのれん分け、実質のれん分けみたいな形になったわけ、まあ、綺麗に言えばそうなのかもしれないですけど、これラジオ撮って大丈夫なんですか。まあ業界のなんかね、うん、消されないですか。いやいや、でも多分ね、だいぶ大体のところは全部もうあのネットニュースで流れてるんで。そうなんですか。うん、でそのかぐらねを共同運営していたなんとかっていう会社と、うん、まあなんかで、うん、もうそこから手を引きますよっていう。じゃあやっぱりかなり名の知れたお店なんですね。うん、ニュースになる、音楽ニュースになるぐらいだったら。かぐら、まあかぐらね自体は割と、うん、うん、一応ネームバリューはあったんですかね。うんうん、なるほど。うん、多分大丈夫です。そんなにあのグログロした話はしてないんで、あ、はい、あのラジオ的には大丈夫です。帰り道刺されたりとか、そういうのは大丈夫ないです。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 で、まあ、吉祥寺に立ちますよという話で、まあ、4月の13で、はいはい、今話を進めてますっていうところですね。うん、なるほど。で、あの序盤、私のまあ要はアーティスト招集活動序盤として一番の大きな、壁だったのが、はい、あれですよ、左右ですね。ああ、左右。左右さん結局ダメだった。ダメだったんです。ああ、なるほど。一応その11月に、うん、あのまあこの前回のラジオでも言ったかもしれないですけど、はい、なんか芝居を やるみたいな言ってましたね。うん、それ見に行って、はい、でもう終わった後に、はい、の会場で直接話しかけ、おお精力的ですね。うん、でまあその後にメールで、まあ、イベントの内容とかも書いて送って、はい、ですけど、まあ、ちょっとメンバーの都合がみたいな感じで、うんうんうん、なるほど、うん、そのお芝居ってどういうお芝居なんですか。なんか一応そういうチームがあるみたいね。あの、まあ、要は芝居とかを経験してない人たちが集まってコントみたいなことをやるみたいな。あ、じゃあその方向性としては喜劇。そうですね、うん、喜劇です。であとだから左右とトリプルファイヤーの吉田さんと、そうだそうだそうだ、あとその話しましたね、ライライライチーム、ライライライチームっていう、あの来るっていう字を使う、はい、ライライライチームというバンドですね。バンドの方が確か出てて、はい、うん、であとはまあ、一応その役者っぽい人と、はい、あとゲストで、あのシティボーイズの鬼太郎が出てて、でやっぱ例のごとく、あのあれですよ、左右のツイッター見ると阿佐ヶ谷姉妹が映ってました。あそれはなんかこう素直に羨ましい。阿佐ヶ谷姉妹好きなの。あ、本当ですか。阿佐ヶ谷姉妹めちゃくちゃ歌うまいじゃないですか。うん、今年のザ・ W 優勝してますね。なんですか。あの女性芸人限定 の、はい、あのグランプリが去年からできたんですよ。A マッソとか。A マッソは出てなかったかな。本当ですか。うん、で行くよ来るよとか。さすがにも出ないから。てかどっちか死にましたよね。死んだんだっけ。確か死にましたね。あ、行くよ来るよの話は結構ね、なんか重い。
執事がね、あれ大変じゃないですか。あ、そうなんですか。そんな壮絶な感じなんですか、うん、だって2人とも結婚してないでしょ、確か独身独身で、はい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 、で、独身だったっていうのもそういう理由があってみたいなね。うーん、やっぱそこはもうやっぱりあのないですよ、あのなんだ在日とか部落とかの問題が出てくるんですよ。あ、そうだ、出自の話になってくるんです。そう、へえ、だからなかなか行くよ来るよの話になると重くなる、重い話になるんですね。あ、そうなんですよ、はい、まあ、それは置いといて、はい、もうあのピーピーピーみたいな感じになっちゃう。いや、大丈夫大丈夫、まあ、ちょっとすごい興味はありますけど、ね、ちょっと帰ったらまあまあウィキペディアで、ね、はい、調べていて、まあ置いといて、うん、でもザ・ダブリュー、ザ・ダブリューって割としょっぱいまだ大会なんですけど、はい、まだ去年から始まったから、はいはいはい、で去年は確かユリアン・レトリーバーが優勝して、あ、で今年は阿佐ヶ谷姉妹が優勝して、あ、なるほどね、うん、でも一応日テレが企画してて賞金1000万っていう、だから M1 と、ね、一応規模は M1 とかは一緒じゃないですか、うん、でやってるんですけどなかなか盛り上がらないっていう。なるほど、本当、うんうん、お笑い詳しいですね。そうですかね。なんかね、まあまあそれはもう置いといて、なんかやっぱ女性だけに限定してお笑いってなると、うん、やっぱ結構やっぱ全体的にしょっぱくなっちゃう。そうなんですか、うん、あんまりその要は面白いっていう芸人がなかなかいない、うん、それは母数の問題ですか、ね、かもしれないですね、うんうん、あとやっぱ女性だけだと笑いづらいとかあるかもしれない、うんうん、それはもうなんかあれですね、あのジェンダーのお話になってくるわけじゃないですか。そうなんですね、うん、だから基本そのね、人をバカにしたりとか、なんかそういうのがやっぱ基盤になるじゃないですか。でそれで女性だけってなった時に、女性だけだとなんかこう言いづらいみたいなね。自虐とかもなんかこれを笑っていいのかどうかみたいな。そうですね。そうそうそう。なんか結構やっぱお笑いって自虐多いし、自虐、うん、をこう軸にしてる人たちもいるし、人をバカにするか自分をこうバカにするかどっちかで笑い取るっていうのが割と基本になってる部分もあるじゃないですか。それでまあ女性限定ってなってくると、こうお客見てる側も笑いづらいみたいな、うん、なんか非常に難しい、ね、難しい、なるほど、うん、っていうのもあってなかなか盛り上がらない、ね、うんうん、A マッソ、はい、A マッソちょっとやっぱ見たんですけど、はい、なんか怖いなって思っちゃって、あ、なんか きついって思っちゃって、当たってますね多分ね、うんうん、なんかちょっとそれで見れなかったっていうか、あれもだから、うん、その女性っていうところ枠からなんとかこう、うん、出ようって頑張ってる感じがありますよね。だからそのあれか、あの右側のカノちゃん、うん、一応一般的には可愛いと言われている、はい、どっちですか、カノちゃん。どっちだ、あの青い服着てない、きつい方、きつくない方、きつい方、多分あきつい方、うん、はい、なんか突っ込む方、突っ込む方、あ、はい、で彼女が全部ネタ書いてるんですよ。そうなんです。そうで彼女が多分ね、そういう意識がものすごい強いって、あ、それがちょっとなんかこう、うんうん、見てて、うん、きついなって感じる時もある、うんうん、なんか気にしすぎみたいな、そう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 感じなんですかね、うん、一応あれみたい、笑い飯の影響が一番でかいみたいな。あ、笑い飯、うん、笑い飯っぽくないですけどね、うん、だから笑い飯から何を学んだかって、周りと違うことをやり続けるっていうことらしいんです、彼女の発言。でもそれってみんな思ってみんなやってることじゃないですか。でも確かに A マッソって何が評価されてるかって、はい、多分そのネタの角度が他とやっぱ随分違うんですよ、切り口というか、うん、
なんかツッコミの言葉はすごいですよ。そうそうそう、ボキャブラリーの豊富さとか、うん、そうそうそう、あ、なるほどなるほど、っていうところで、まあ一応普通にやっぱお笑い好きの人からも面白いって言われるし、はい、業界の人もやっぱり注目はしてるんですが、うんうん、あ、なるほど、個人的には見ててきついなって思う部分は結構ある、うん、なんかうまく説明できないんですけど、うん、しんどいっていうか、そうですね、なんかしんどいですね、うん、そうですね、最近というか、去年ちょっと話していいですか、はいはい、去年の年末にすげえ芸人見つけて、はい、遊園地クジラって人さすがに知らないあのトンネルズの皆さんのおかげでしたね、はい、細かすぎて伝わらないモノマネ選手権あるじゃないですか、はいはい、あれに結構ずっと出てた人で、なんかあのなんかいろいろシリーズがあって、うん、なんかビリヤードスターシリーズとか、うん、ダーツスターシリーズ磯釣りスターシリーズみたいな、それモノマネなんですか、モノマネなんですでなんかあのなんとかかんとかの技でおなじみのジョニー・アーチャーみたいな、もう全然わかんないんですよそれをずっとやってる人がいて、もう僕結構衝撃受けたんですけど、なんかこの世の中の需要を全く無視している感じというか、結構感動しちゃって、でそれをもう何回もやってるんですよ、磯釣りスターシリーズとか、なんかヘラブナ名人メドレーと か結構釣りが結構ウェイト高いんですけど、はい、そのモノマネがまた地味なんですよね本当に、なんかこう竿をこう釣り上げて、はい、よしみたいなでドーンって落ちる、そうドーンって、それ見てかなり感動して、うん、なんかこれだなって思ったんですよ、すごい、なんかこういう人がいるって、うん、なんかめちゃくちゃ豊かな世界、豊かですね、豊かだなと思って、うん、ちょっと帰ったら見てください、うん、遊園地クジラ、遊園地クジラ、じゃあすごいですよ、今度はじゃあ遊園地クジラ縛りでまあ人集まんないでしょうね、そう泥海しか集まんないですよもうしかも泥海他のメンバーもいい迷惑みたいな、他のメンバーも多分ね全然好きじゃないでしょ、メンバーと笑いのツボ全く合わないんですよマジで、うん、だからそうあのあれですよ、あの、はい、壊れかけもちょっとライブを見に行ってご挨拶した時あったんですよ、はいはい、年末に、はいはいはい、その時も多分その、はい、ギターボーカルの男の方のギターボーカルの小森くん、小森さん、はい、方がいるんですけど、はい、まあ、その人が、まあ、金属バット大好き、ああそうなんですね、で、はい、他のメンバーは言っちゃ何の関係もないんですよ、まあ、まあ、我々としてもそうですよ、そうそうそう、多分みんな見てないし多分好きじゃないだろうし、そうそうそう、でまあまあまあ帰りがけにちょっとその、はいはい、まあ、女性ボーカルの方の、はい、ゆうささんっていう人ですけど、はい、その方が金属バットちょっと後で、はい、見ときますみたいな感じで、あ言われ、いやいやいや別に大丈夫ですからみたいなちょっと恥ずかしくなっちゃうみたいな、そんな気にしなくていいんだよって感じですよね、そうそう、まあ、そういうあれでまあね、まあまあ巻き込んではしまっているんですが、まあちょっと話戻すとですね、はいはい、言ってしまえば、はい、やっと戻ってきました、はい、前回ラジオ収録した時ってまだ M1 準決勝前だったんですよ、準々決が終わって金属バットいけるかどうかみたいなところだったんで、まあ単純にそのトモヤスのフォロワー数を見ても、はい、まだ8000、9000とかですよ、はいはい、当時11月上旬当時、はい、で準決決まって、はい、でそこで一気に多分1万5000ぐらいまで行ったんですよね、うんうん、で倍じゃないですか、そうすごいね、で行って、はい、で問題はここからですよ、はい、M1 当日、はい、敗者復活で跳ねたんですよね、彼らが跳ねた受けたんですよ、世間は。それ跳ねるっていう、跳ねるの扉を跳ねるですよ、なるほど、はい、跳ねて、はい、跳ねて、それってあれですか、
星のカービィとお見合いしたあそう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 ああピンクマンジョウやんそうあのネタと、はい、要はそのなんだゲストとのトークでこうみちょぱとかをこう、うん、なんだ罵倒するみたいなところその要は平場って言うんですけどそれを、はいはい、平場までをがすごい受けたんですよ、はいはいはい、だから本当その同業者でもそのハライチとかケンド小林とかがラジオで、はい、あの日一番面白かったのは、はい、あのその決勝も全部含めて一番面白かったのは金属バットだ金属バットやなみたいなそうそうすごいですっていうぐらいのまあ要は世間に知れ渡ったんですよ、はい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 、で今日現在トモヤスのフォロワー数は4万を超えましたうわすごいっすねもうすごいっすねそうなんです7倍でしょ7倍ですごい4万を超えてしまったんですようーんなのでなんか、うん、ね、うん寂しい寂しいそれはあのね生粋のファンによくある心理、うん、このタイミングでイベントをやるっていうのもなかなか、うん、もうちょっとこう要はね下火のところでそうですねなんか関勲ってやつなんか乗っかってんぞみたいなそうそうそう、うん、まあでも私はそれもひっくるめてやろうと思ってたんでまあでもねずっと好きだったし別に関係ないしてかむしろその別にそれがきっかけに過ぎないわけじゃないですかそうです人を集める口実でしょ要はそうですだから別に中身がそうなんですよ良ければそれでいいじゃないですか、うん、ねでまあまあだから左右はちょっと合わなかったんですけど、うんうんうん、でそっからじゃあ次誰にしようかなと、うんうん、っていう多分ああありがとうございますまだそちらは残ってますねじゃあ私はですねちょっとビールを変えまして、はい、どうしようおビーズですよビーズなんか今日はこの店内 BGM は20年前ぐらいのが流れてますね、うん、このビーズの人って、はい、家の中に加湿器めちゃくちゃ置いてるらしいですよ、ね、あすごいあの松本人志も多分確か一緒、ね、ずっとびしょびしょですよ、ね、いいじゃないですかカラカラよりかびしょびしょの方がいいですよ多分びしょびしょの方がいいんですか、ねうんこうあの歌う人にとってはね、うん、モイスチャーがモイスチャーの方がいいんじゃないですか、うん、全然そういうの気にしない、まあ、私も気にしてはないですけどね、まあ、気にしできるほどの立場にいないのでどうしたんですかえもうどんなとこでも歌わないとああそういうことですか、はい、っていうことですよ、うんうんうんまあ、稲葉さんみたいな人はもう割とね、うん、裕福なところにいるからモイスチャーになるあれですよ成城石井とかで買い物してますよ絶対声優とか絶対行かないですよ間違いないですよで、なんだっけあ、そうだ、でかいところで言うと、うんはいはい、なんですよ片岡ふぐりくんが、うん、ふぐちゃんダメになっちゃったぞ。あら、ふぐちゃんダメ、うん、っていうのはなんかノイカシでツアーに行くことになりましたということで、うんねはいはいうん、忙しいもんなダメになっちゃったんですよ、うんうんうん、それがまあ結構でかくて、うんうん、今何組決まってるんですか結局先に言っちゃうとまあ一応私もやりますとはい、私もやります、はい、泥海出ます、はい、壊れかけのテープレコーダーズ、うんうん、とあと、うん、あの前のラジオでも言ってたシャックってバンドを決めました。シャックさんどういうバンドでしたっけ。割とね多分ポストパンク寄りなのかな。パンクっぽい感じ。熱いですね。はい、はい、ありがとうございます。だから多分音楽的にはトリプルファイヤーとかそっちの系のよりで結構クラブグッドマンとかでよくやってるっぽい、うん、
あ、じゃあもう結構決まってきてますね、そういう意味では。だからまあ一応4組は決まってるんですけど、はいはいはい、でもまあもう一組欲しいなっていうところがあって、うん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 、でじゃあざっとですね声かけてきた人を言いますよ、はいはい、まあ左右がは、うん、で始まり、左右、その後に、グループイノをやってた今井さんっていう人と、はい、あとショーモアっていうバンド、はい、これはまあショー、今井さんはメール来て断られて、うん、でショーモアは返事なかってそのまま で、はいはい、でもう これ以上突っ込むのは良くないかなと思って言う、はいはい、返事なし返事なし返事なしっていうのもあらあらあれなんですよ、私そのツイッターで例えばその2段階あって私の中でツイッターに2段階そのツイッターの反応で2段階あって、はいあはいはい、例えばその12月2日 M1 の当日に金属バットについて言及しているかどうか、うん、あそれが何一次選考一次あそれが、はい、いやそれが二次選考あ一次選考は金属バットをフォローしてるかどうか、なるほど、はいはい、でショーモアに関してはフォローしてるだけで言及はしてなかったんで、はい、なんかあんまりそれ突っ込むのも良くないなと思ったんですよ、はい、でグループイノの今井さんに関しては、はいはいはい、あの方はね相当なお笑いオタクらしくて、あそうなんですね、結構日々つぶやいてるんですよお笑いのことを、あなるほど、そうそう、だから誰々のラジオ聞いてどのこうのみたいな、でもそういう真の人こそ、うん、なんかその当日はあれなんじゃないですか、うん、こう見て、うん、自分の中でしっかり咀嚼した上でこう3日後ぐらいで、はいはい、あれはああだったみたいな、確かに M1 自体の言及はそんななかったかもしれない、うんうんうん、けど あれを境に金属バット友康をフォローしてたんですよ、はい、今井さんが、はいはいはい、でじゃあと思ってじゃあじゃあってメール出してはい、はい、そうそう最初はそのツイッターの DM 開放してたんで、はいはいはい、要は相互フォローじゃなくて DM 送れるんですよ、はい、うん、だから DM バッて送って何日か反応なかったんで、うん、今度はそのホームページの方のメールにビュッと送ったら、うん、もう当日すぐビャッて返事返ってきて、うん、ちょっとその日はもう他に決まっちゃっててみたいな、うん、まあ、すぐ帰ってきたんですよ、うん、でまあ、あなかなか律儀な方だなとは思いつつも、まあ一応 NG ということで、うん、でそこからまた要はその一次選考二次選考で当日金属バットに対して何か言ってるかどうかとかいろいろ探してった結果、結局ねそのシャックっていうのは多分私よりも前から多分金属バットあら生っ粋なんですよ、関さんにわかじゃないですか、そう私の方が逆ににわかで、でだからシャックに対してはもう多分本当当日か翌日ぐらいですぐ即 OK の返事が来て、おすごいですね、うん、なんかその名前もシャックスみたいな感じでちょっとかなり引力を感じプロトパンクっぽい感じがそう、もうなんかその何より大好きな金属バットですのでみたいな感じで返事が返ってきて、あもうこの人たち生粋だなって、なるほど、是非もんのそれ、是非もんのそれ、是非もんのそれですね、で OK で決まったんですけど、はいはいはい、でまあその時点で4組決まって、あともう1組っていうところで、あとはねどうやって冬吹うどんって私、ああ冬吹うどんさん気になってました、はい、あ本当ですか、はい、彼女も金属バットとあと M1 に対してそのツイッターでつぶやきしてたっていう、ありがとうございます、これ何すか、なんあれ頼んだっけな、あ僕頼みました、あ食べました、えこれピザ、ピザじゃないですか、なんか焼けただれた皮膚みたいな大丈夫ですか、写真撮っときますか、はいはい、ちょっとじゃあラジオでこの瞬間で、そうなんですよ、このラジオで これを伝える形容するのが難しいですよ、いやもうあれですよ、この時間のこの瞬間だけどう、あの金属バットがそういうのやってるんですよラジオで、なんすかそれ
どういうことですか。金属バットってほらラジオって静止画なんだけど、はい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 、はい、そうです、ね、あのメールを読むコーナーの時に、はい、写真が添付されてきたらその写真 をずっと写してる。いやいや、そのタイミングだけポンって写すんですよ。はい、はい、せーのドンってボンって写すっていう、なんやこれみたいな。そうそうそう、あのあって、だからなんなら私も今日やってみようかなって思ったので、ちょっと写真を、シラスのチーズピザ、チーズピザ本当好きなんですね。本当去年だって相当聞いてましたもん。うん、もうずっと寝る前とかずっとラジオ聞いてました、ね、いかんせん200、300回近くあるんでラジオが。じゃあもう通年で聞けるじゃないですか。そうそうそう、ずっと、ねえ、うん、土日休みぐらいにしたらもう通年ですよ。ずっと聞いてたんですよ、でなんだっけ、そう、冬吹きうどんさんはなんか、うん、その頃はちょっとツアーに思ってると思うので、うん、みたいな感じ。思う。みんなやんわりなんですよね。まあまあ、まあ、今予定はこう、うん、見えないですかね。でつい先日、ね、羽田あかりさんっていうソロの、はい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 、名前は存じてます、ね、うんうん、彼女もまあフォローしてて M1 のお話もツイートしてたんで、羽田さんってウーハーとかでやってらっしゃる方ですよね。そうです、うん、で先週かな、先週ぐらいに振ってみたんですが、はい、彼女の場合はなんとマネージャーからNG マネージャーから 返信が来て、はい、本人じゃなくて、はい、ちょっとその頃はレコーディングかみたいな。マネージャーがついてる。マネージャーがついてる。なるほど。でもそのマネージャーはなんかほらメールの最後に自分のそのプロなんかこう名刺代わりになんかついてるじゃないですか、うんうん、そこに一応その羽田あかりのなんかブッキングマネージャーみたいな書いてあるのと同時に、なんかスキルキルズブッキングマネージャーみたいな、スキルキルズ、スキルキルズ、うんうん、っていう、まあちょっと有名なヒップホップグループがいるんですけど、うんうんとか、まあ、なんか3-4組なんかマネジメントしてた。あ、そうなんですか、うん、なんか、あ、なんか個人でやってるのかなみたいな、うんうんうん、マネージャーか、マネージャーが。なるほど。あ、これはちょっと会議できないな、うん、背景みたいな席様みたいな、そうそうそう、玄関の厳しい檻みたいないかがお過ごしでしょうか。さすがにないけどね、そこまで敬具、うん、なるほど、っていうのが、まあ、途中経過です。はい、じゃあ現状もう一組はまだ決まっていない、うんうん、でも声かけたいなと思ってる人はいますね。お、うん、ここで聞いていいものなんでしょうか。それはまだ声もかけてないけど、うん、この人、へぇ、読み方も分からないんですよ。フォールクス、ヒロ小池、うん、うん、で、多分ね、もう一つやってるのはこのマグウィンプスってやつ、うん、多分マグウィンプスっていうのはなんかそこそこ、うん、多分流し入れてるバンドだと思うんですよ、うんうん、ちょっとここにアプローチしてみようかな、アタックしてみようかな、うん、なるほど。でもう一個考えてたのは、はいはい、もう本当に芸人を呼んじゃおうかみたいないっそいっそいっそのこと、うん、なるほど。それはでもその一組でだいぶ色が、うん、そうそうそうなんですよ、ね、嘘だったらもう僕遊園地クジラ呼んでほしいです、ね、あの問題はそのどこの事務所に所属してるとかそういうのが結構、あ、一番いいのはフリーでやってるじゃないですか。そうですね、うん、ってなると西には何組かいるんですけどね、うん、声かけたい人は、うんうんうん、その金属バットとよくやっててフリーでやってるっていう。でもそれどうなんですかね、なんかそういう人たちって、うん、そのライブの中で 一組だけ出るなんていう経験なさそうですよ。
あでも私が呼びたいなと思ってる人たちのあれを追っていくと、うん、一応あるっぽいんだよね。あるんですか、うん、それはなんかこう楽器を弾いてやる人とか。あじゃない、横山ホットブラザーズみたいな、そういうんじゃない。いや割とでも西だとそういうイベントたくさん実はあって。あそうなんです。金属バットもだから先月出てましたね。音楽イベント、音楽イベントに、まあ、漫才師もまあ何組か含まれててみたいな。すごい、うん、なんかかなりね。でも東京でも今ほらあのエレキコミックのやついさんがやってますよね、やついフェスって、はいはい、あれもだからバンド7割お笑い3割みたいなぐらいの感じで、あの渋谷の大系列の全部貸し切って。あそうなんですね、すごいな。全6会場ぐらいでガーッてやってます毎年、うん、じゃあそれ呼んだらやついフェスみたいになるんですプチ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 やついフェス、プチやついフェスみたいな。そうですね、うん、ああそうなんですよ。なるほどね。まあでも可能性としては薄いかなとは思ってますよ、うんうんうん、今現状としては、うん、そう関西から呼ぶっていうのも結構やっぱお金がかかりそうだし、ね、うんうん、なんかその一見普通のライブだけどその隠された意図があるみたいなのがかっこいいなって僕は思ってましたけど、うん、そうなんですよ、うん、いい唐揚げ飲み込んでからで大丈夫ですよ全然待つんで。表の糸と裏の糸っていうのがやっぱりある方がなんかちょっとそそるなっていう。だからその表的には、うん、金属バットの、うん、好きなバンドが集まりましたってのはなるべく言いたくないんですよ、うん、そうそう、うん、そう僕もでもラジオでガッツリ言っちゃってますけど、ね、まあでもこれはその生粋の関勲さんはそうそうそう僕一部しか聞かない、ラジオを聞いてあなんかこう関様はこんな深いお考えをお持ちなんだなみたいな。だからそういうなんだろう、そういう楽しみ方もあれば普通にただ来て楽しんでくださいっていう、うん、そうそうそう、だからそれはあの私もそうですね。だから賛同します。キャンディーホイップミーティングっていうイベントタイトルも一つの隠語なんですよ。まあ隠語ですね、うん、知らない人に対しては全く何の意味かわからない。インターネットで調べたけどあんま出なかったですね。そうそうそう、キャンディーホイップっていうのは金属バット自体もあんまり言ってないんですよじゃあもうラジオバンダリーめっちゃ聞いてる人しか分からない。そうそうそう、ラジオバンダリーを聞いてる人しか分からない。うわまた、うん、悪どいことしますね、うん、面白いですけどね、うん、そういうのっていうのは多分自分たちも自分たちで言っといてキャンディホイップっていう言葉を気に入ってない、うん、確かにそんなバチンとくる五感ではないです。そう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 、あのオードリーのリトルトゥースに対する対抗する言葉としてキャンディー、そうその即座に考えた。もうかもう場当たり感がすごい。場当たり感もうあでもやっぱ音楽家がもう一組決まればいいですね。そういう意味では、いやだからそういう意味では、いやもう、いやまあ結局その芸人呼ぶっていうのは一瞬頭によぎっただけで、うんうんうん、やっぱミュージバンドを決めたいですね、もう一組は。ということで、っていうのが現状です。中間報告。中間報告。なるほど。以上が中間報告です。はい。そういうことですね。PDCA サイクルをどう回すかですよね。はい、そんなに私、企業的な動きはしてないです。一人で悶々と動いてます。もう大体 do ですよ、うん、do do 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 d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  a a a d d みたいな、そうです、うん、p がないみたいな、 p がないまあでも今日はね c チェックという、ね、あそうです、c、今日は c、 今日は c ですね、うん、
関さんやっぱ変わってますよねそうですかね。まあでも周りだから A マストと一緒ですよ。周りと同じことをやったらでも意味がない、意味がないっていうか、周りと同じことやったら確実に私負けるんですよ多分。あら、どうしたんですか。え、そんな負に弱気になって負けるんです。勝ち負けってあるんですか。なんでしょう、その、うん、俺って私ってすごいんだぜアピールが強いもん勝ちじゃないですか。ああ、まあでもそれはもうこの世の習わしというか、うん、声がでかい人が勝ちますからっていう中で私が入っちゃうと確実に負けるんですよ。関さん声小さいですよ、うん、全然言わないよ。どちらかというと寡黙な。そうです、全然言わない。なるほど、うん、人と違うことを。やっぱ遊園地クジラなんですそうそうそう、話が戻ってきます。そうですね。いやだからそういうのをもうただただ粛々とやり続ける人っていうのは、うんうん、多分どっかのタイミングでバーンってこう来るタイミングがあるんでしょうね、うん、ただそれが確約されてないっていうのがすごい難しい世界。あ、でもそう、水木しげるだってそう言ってるじゃないですか、うん、やらずにはいられないことをやり続けなさい。そうそうそう、もうキャンディーホイップミーティングをやらずにはいられない。いられないでそれだけの話。そうそう、なんかでもなんかそういう奇特な方のね、あのご好意にこう乗ることができるっていうのは、まあ、幸せなことですから、ね、はい、いい、まあライブはいつも通りやりますけど、ええ、いやもういつも通りでいいんですよ。むしろみんないつも通りでいいんですよ。なるほどね、うん、うん、あ、そうだ、うんうんうん、そうだ、カルピスさん、はい、どうも、はい、いやまあでもやっぱりイベントをやる、イベントを組むっていうのは並々ならぬものがありますね。ストレスたまりませんかその断られた時はやっぱすごい悲しくなるよね。そうですよね、うん、あとやっぱ去年の12月に祖師ヶ谷のカフェムリュウ、ドドとやったやつ、ドドとやったやつ、はい、もうあれももう一回台風で流れて、はい、でちょっとたけしさんに怒られて、ん、中止の時にちょっといろいろやり方が僕があんまり、あ、はいはい、ちょっとうまくなくて、でそれで12月にでもう一回やらせてくれて、はい、でやっぱお客さん入んのかなとか不安でしたねえ、あれだって M1 の日だったよね。そうですよ、 M1 の日で、私も M1 の日じゃなかったら行こうと思ってたんですけど、でもだから、はい、やっぱりそういう意味で誘われて出るって本当楽だなって思いました。ただやるだけだし、ドドも一回見てすごいいいなと思ってたんで、ね、見たことあります、たまたま。本当ですか。はい、ウーハーで見ました。結構今最高のユニットだと思いますドドは、うん、なんかこう、うん、あんな素晴らしい音楽をやっている人に出会えた、もう本当に幸運だなって。でもなんか私のことも知っててくれましたよ。本当ですか。なんか高円寺の円盤でカバーイベントやってますよねとか普通に聞かれて。有名人じゃないですかカバーイベント次何やるんですか。来月、あ、今来週が一応その私が勝手にそのチャンピオンシップって決めてるんです。チャンピオンシップ、チャンピオンシップ何ですか。だからその私が今まで見てきて、はい、あ、この人のカバーすげえなって思った人たち集めて、はい、チャンピオンを決める、のど自慢全国大会みたいな感じですね。はいはいはい、新井真理子、あ、もう出ますし、はい、そうそう、っていうのが今月で、なるほど、来月がジョン・フルシャンテですね。うわ僕がもっとギター弾けてたら間違いなく出てましたそれはレッドホットチリペッパーズも含むんですか。含めていいです。あ、含めて、うん、なるほど。
ジョン・フルシアンテがやってた頃のレッチリを含めてもいいです。ジョン・フルシアンテのソロのファーストがもう大好きで、あやっぱ結構みんないますよね。あれはもうなんかね、なんか異常に多いんですよ、歴史に残るジョンのソロが大好きですっていう人が本当多くて、いやあれはもうなんだろう、もう言うたらね、シドバレットのマットキャップラフにもう引けを取らないシットの名盤。だからそのあれですよ、私が決めたんじゃなくてもリクエストがあって決まったようなもの。あそうなんですか。ジョン・フルシアンテ、でもあれですね、メリケンものが多いん、その西洋の音楽家で縛ってるじゃないですか。まあ、私がどっちかというとそっちが多いっていうのが、日本の音楽家の企画もやったら面白いんじゃないですか。でも初回はチャギアンダースカですね。あそっか、初回がチャギアンダースカで、その次が一応ティームネットワークでした。あ、うん、そっからずっと洋楽で来てますけど。なるほど。あでも先月は、はい、あのアイドルカバー、アイドルポップスカバーをやって、それは松本伊代とか。あそうそう、だからもうアイドルっていう、あの立ち位置であれば誰でもいい、AKB でもいいし、 AKB でもいいし、だからそれこそ昭和の、まあ、私は山口百恵と中森明菜と、はいはいはい、あとブリトニー・スピアーズをやったんですけど、うん、他にはもうそれこそあのあれだ、ハロプロモンとかやってましたね、うん、他の出演者は。アイドル、アイドル、自分がアイドルやるとしたら何やるかな、ちょっと考えたこともないですね。それ自分だから、なんかこう10代の頃にこう私なかったんですけどね、そういうこう続婚期が。本当ですか。アイドル続婚期がないので。でも僕もアイドルにハマったことないですね、うん、でもなんかやってみたいなって思うやつはあったりしますよ、はいはいはい、あ僕ですかアイドルか、アイドルの曲で、でもいい曲いっぱいあるはずなんだけど、アイドルか。でもじゃあやっぱ80年代とかになると、うん、やっぱこの春海とかがめっちゃアイドルに曲書いてたんで、いい曲はいっぱいあるんですよ、ね、確かに。でもまあ、いやでも竹内まりやアイドルじゃないですよ。竹内まりやとかはやりたいですけど。そうですね、ちょっと微妙ですね、そこ。微妙ですよね。うん、一応そのいわゆる世間的に認知されてるアイドルみたいな感じで縛りたいな、うんうんうん、渚のバルコニーとかやったんですよ。これ誰だっけ、聖子ちゃん、聖子ちゃん、聖子ちゃんでしょ、うん、すごい、あれはすごい曲ですよね。聖子ちゃんも結構音の春に関わってますよね。あそうなんですか。確か、アイドルか、アイドルにハマる心理っていうのがよく分かんなくて。でも世の男性はやっぱハマるんじゃないですか。本当ですか。うん、でも関さんはハマってない口ですよ。私はだってもう私って自分を一人称って言ってる時点で、ね、神の視座から下界を眺めてるだけですね。可愛いのって言ってるだけですよ。可愛いの、それはあれですかね、なんかこう僕が筋肉マンが好きなのと同じ感じなんですか。違うよ、でもやっぱ普通に性的対象で見るんじゃないですか。やっぱ性的な対象って見るものなんですか。分かんないですけど、でも、でも確かに小さい時にアイドルを好きになるっていうのはやっぱちょっとそういう性の対象とはまた違うんでしょうね。あでもやっぱ恋人にしたいとか彼女にしたいとかっていう気持ちと一緒ですか。セーラームーンの誰と付き合いたいかみたいなやっぱみんな付き合いたいっていうものがあってアイドルをこう、うん、って思うんじゃないですかね。でも結構お酒は大丈夫ですよ。大丈夫ですか。ただねこれを見てて1時間過ぎましたまあまあ今日はアディショナルタイムで、うん、私のはね
生っ粋のジャニオタなんですよ。ガチガチのジャニオタで、うん、で、あのタッキー一本なんですよ。いやもうジャニーじゃなくてタッキー、タッキー一本ボート一本みたいな感じで、うん、しかももうだって引退しちゃうんですよ。そうなんです。だからあの、はい、ありがとうございます。だからあのカウントダウンコンサート行ってました。滝つば最後のステージで。去年末ですか？去年末。結構僕姉のこと尊敬してて、はいはい、マジで媚びないんですよ。もう媚びない、媚びないというかもうなんか決まってるんですよ。私はこれみたいな。あ、めちゃくちゃかっこいいなと思って。僕そういうのないから、はいはい、だからもうタッキー一本、滝沢秀明。なんでしょうね、それを決定づけたのは何なんでしょうね。顔がかっこいいからじゃないですか。だっていくらでもいるじゃないですか。そのでもやっぱその同じジャニーズを見たら確かにその区別がちょっとわかるんですね。思い出した。